先週土曜日に高山祭り行ってきた。俺は高山祭り初めてだったから、早く引き揃えてある祭り屋台見に行きたかったんだけど、橋のそばのジブリショップに娘が吸い込まれて、やむなく中に入った。そしたら、入り口近くのジブリのピンズが並べてある商品棚のところで、外人の夫婦らしい年配カップルが熱心に品定めしてた。俺が隣の文房具商品をなんとなく見てたら、妻、ダメだわ、ないわねえ。せっかくの高山なのに、ジブリも工夫が足りないわ。夫、小さな店だからね。需要が少ないんだと思うよ。妻、それは理解できるけど、日本人はニーズを把握するのがうまいと思っていたから。なおさら失望したわ。あの、ほら、猫のキャラクターの、ジブリのじゃない。夫、キティかい？妻、ああ、そうそうキティね。あのキャラのお土産は、もう目が痛くなるほど見たのよ。ジブリだって、キティほど節操ない真似はしないとしても、1% ほどの小根は見せてもいいと思わない？屋台の上とか、この辺りの山、なんて言ったかしら。その上を猫バスがかける構図のピンズがあったら、私が全部買い占めてあげるのに。夫、それは素晴らしい考えだけど、この辺りの山って言うと、御嶽だからね。あそこは、神が住まう山らしいから、ジブリも恐れ多いと思ってるんじゃないのかな？屋台も祭りも神に捧げるものだからね。妻、じゃあ、あの、真っ赤な不気味な人形でもいいわ。あれとメイが肩組んでる構図とか。夫、あれは、サルボドって、子供のための魔除けらしいよ。確かに少し不気味だけどね。メイも、強烈な個性があるから、組み合わせとしては悪くないと思うけど。そんなに君が欲しいなら、ジブリにメールしてみるべきだと思うよ。ご当地ジブリピンズがないことを嘆いてる外人がいるなんて、ジブリ侮れんなと思ったが。それ以上に、男の方がすごい知識があることに驚いた。